バシカミバシガミは、1957年に、中国の先制小西安市の東郊街にある、橋鎮で出土した、全館内の町である。紀元前140年から87年頃のものと、され、同時に出土した貨幣から、紀元前118年以前と推定される、現存する最古の紙に分類される。1957年5月8日に、橋枯木工場から、 先生博物館に土を掘っていたところ銅剣を発見したという電話があり、翌日調査したところ、さらに銅鏡三面とこれに付着した布切れがあり、その布切れの下に糸質の繊維で作られた紙状のものがあった。これは古墓の副葬品であり、全館武帝の時代、紀元前140年から87年の年代が推定された。古墓からは、 紀元前118年以前に使われていた貨幣も出土したため、それ以前の紙だと推定されている。紙は飴色をしており、長さと幅は約10センチメートルとされ、88の断片に裂かれていた。1964年に顕微鏡による分析が行われ、マシだと判明し、1965年に再度厳密に分析し、主要な原料がタイまで、 少量のカラムシを含む植物繊維だと断定した。そこから考えられる、この紙の用途は、同教を包む養生目的の梱包、または装飾目的の包装紙としての用途であったと推定されている。1986年に、中国甘宿省天水市の宝馬灘で、全館大の紙が発掘され、最古の紙のタイトルはそちらに移った。 ありがとうございます。